ステパステパノビッチステパステパノビッチは、セルビアの軍人。元水、ベオグラード郊外のクモドラジュ村出身。1876年、ベオグラードの砲兵学校で教育を受ける。1876年のセルビアトルコ戦争時、中隊長。1877年から1878年のロト戦争時、国民軍の大隊長。 1883年から1884年、不評連隊長、副官。1884年から1886年、不評連隊の中隊長。1885年の戦争時、シュマジス師団の中隊長。1886年から1888年、参謀本部に配属され。1888年から1889年。 三宝総長副官となる。1889年から1895年、四段区三宝長大行。1892年から1893年。1895年から1896年。不評代大隊長。1893年から1895年。四段区三宝長1896年から1897年。 国防省諸陛下共通局の課長。1897年から1898年、不評連隊長。1898年から1899年、軍司令部参謀長、代行。1899年から1900年、国防省総合局長、代行。1900年から1902年、不評旅団長。1902年、軍司令部参謀長補。 1902年から1903年、参謀総長補。1903年、国防省諸陛下共通局長。1903年から1908年、シュマジス氏ンク司令官。1908年、1912年、国防省。1909年から1912年、モラブ。後に、ドリン氏ンク司令官。1912年から1913年の、 バルカン戦争時、第二軍司令官となり、先行を挙げた。第一次世界大戦勃発と共に、最高司令部参謀次長となり、ラドミル・プトニクの就任まで参謀部を引き、セルビア軍の動員、集結を指導した。後に、アランジェロバツからラザレバツに展開し、ドナウト・サバに先見部隊、後方に、ベオグラードを防衛する、イヤコビッチ将軍の部隊を有した第二軍の、 司令官となった。第2軍には、第1モラブ師団、第1シュマジス師団、第1ドナウ師団、根性風評師団が存在した。1914年8月15日から24日の戦いで、オーストリア・ハンガリー第5軍の第8、第13軍団を撃破し、国境線まで追い返した。1914年11月、再度敵軍を撃破。 1916年初め、ステパノビッチの指揮の下、第二軍とチモシュ軍が統合され、ブルガリア第一軍と激戦を繰り広げつつ、有名なレスコバツ公軍を行い、部隊をコルフ島に撤収させた。その後、テッサロニキ戦線で軍を指揮し、ブルガリア軍の降伏を受諾した。1918年9月、シュマジス師団、チモク師団、 ユーゴスラビア師団がステパノビッチの指揮下に入った。1919年の軍の改革まで第二軍区司令官に泊まり、その後予備役に編入された。ありがとうございます。